任せて。はい、行くぜ。よし。任せてくれ。それ。俺の番だな。とっととずらかるぞ。そんじゃまたな。どうしてこんな場所に停車？それに誰も乗っていないの？そう、ティオスケ、周囲の反応はどうだ？はい、アクセス。ダメです。周囲10セルジュに人の反応はありません。だろうと思ったぜ。どうやら魔獣に襲われたって雰囲気でも。ああ、ちゃんと路肩に停車している。多分運転手が自分の意思でこちらに寄せて停車したんだろう。もしくは停車せざるを得ない何らかの事態が発生したのか。このまま中も調べてみよう。ええ。花や見舞いの品が座席に残っている。どうやら病院に行く途中だったみたいだな。ええ、ぬいぐるみ。子供の患者さんへのお見舞い品でしょうか。ああ、そうだろうな。はい、わかりました。連絡の方はお願いし、こちらはこのままウルサ病院に向かいます。はい、くれぐれも気をつけます。課長は何と？とりあえずタングラ部門に連絡をしてくれるみたいだ。ソーニャ副司令に協力を要請してみるらしい。そう、ちょっと助かるわね。ああ、副司令だったら必ず力になってくれるんだろう。とりあえず私たちはこのまま病院ですか？ああ、ここから病院まで、もうひょっとしたら乗客が歩いて。まあ、見舞いの品を置いている時点でただ事じゃなさそうだな。とにかく急ぎましょう。すぐに日が落ちてしまうわ。ああ、行くぜ。とっととずらかすんじゃまたな。えいっと、えいっと。
かかってきやがれ。そこ、なんとかなったわね。日が落ちてしまったわね。でも、あれは屋外のどう考えても様子が変だぞ。まだ早い時間なのに正門が閉じられていますね。警備員の方はどこに？とにかく中。こいつら。マフィアの軍用犬。気配を感じなかったぞ。後ろからもです。メニュー。あんたたちは姿が見えないと思ったらこんなところに。一体何をしてやがる。問答無用みたいね。気をつけてください。良くない気配を感じます。来るぞ。俺の番だな。そこだ。俺の番だな。私の番ね。そこ。甘いってろ。お。
やっぱり例の薬で身体能力を強化しているみたいだな。軍用犬の方もそうかもしれない。しかしこいつら一体どうして一言も喋らないで黙々と襲ってきやがって。感情の揺らぎがほとんど感じられませんでした。これではまるで完全に無力化したはずだぞ。これがクノーシスの力。どうすれば。やれやれ、面倒をかけてくれ。今の針はいい。殺したのか。経絡をついて気の巡りを遮断しただけだ。いかに体を強化しようともしばらくは眠ったままだ。そうか。しかし相変わらず神出鬼没な野郎だな。ルバーチの動向を探ってここにたどり着いた。ザオからの依頼だね。しかし思っていた以上に厄介なことにグノーシス、前のつばものだと思っていたのだ。どうしてその名前を。あなたたち何をどこまで知っているの。Mm-hmm.
お前たちが掴んでいる経路、ルバーチェルの失踪と DG 教団残党の存在、それ以上のことは私もツアーも掴めてはいない。そうか、そちらの目的はどうあれ今は緊急事態だ。おそらく病院内はマフィアたちに占拠されている可能性が高いだろう。一刻も早く病院関係者の安全を確認しなくちゃならない。だからいい、この場は協力してくれないか。おい、そいつは何を言い出すかと思えば、お前たちが本来取り締まるべき犯罪者の力を当てにするというのか。言っただろう、緊急事態だと。それにあんたはあんたで真相を突き止めるつもりのようだ。だったら病院関係者を助けて話を聞くメリットはあるだろう。あくまで対等な協力関係というわけか。いいだろう、この場は力を貸してやる。だが足手まといになるような、私は私で勝手にやらせてもらう。それでいいの？ああ、構わない。まったくもう、思い切りがいいというか、こういう時のロイドさんは大胆すぎますよね。まあ、うだうだ迷ってる場合じゃ。そんじゃ早速病院内の捜索を始めるかよ。なあ、とにかく病院関係者の安全をついでに話を聞けば何が起こったかわかるはずだ。了解です。それでは行くとしようか。セシルね、どうか無事でいて。絶対にみんな助けてみせるから。
くぜ。任せて。そこ。さてと、そこです。行くぞ。やっと。俺の番だな。ふん。私の番ね。はい。あ、任せてくれ。俺の番だな。任せて。そこ。さあ、先を急ぎなさい。やはり感情の揺らぎがひょっとしたら自分の意思で動いていない。自分の意思で動いていない。それは操られているということ。はい、断言は。東方には薬物と暗示を利用した区別の術などが存在する。その可能性はあり得るだろう。信じられない。結果そう悪い話だな。しかしこれはどう考えてもガルシアのおっさんの流儀じゃねえぞ。ああ、とにかく今は病院関係者の安全を確認する方が。まずはこの宿泊施設の内部を調べてみよう。ええ。なんだあんたら。あなた方は。あなたたち。ええ、クロスベル警察の者です。こちらの異変に気づいて皆さんの安全を確認しに来ました。助かった。バスから引きずり出された時はどうなることかと。あんたら途中で止まってたバスに乗っていたのか。ああ、道の途中でいきなりあの黒服たちが立ちふさがって無言で銃を突きつけられてここまで歩かされて、抵抗しようとした運転手さんは。そうだったんですか。しばらくの間ここで待っていてください。皆さんの安全は自分たちが必ず確保します。分かった。よろしく頼んだわよ。あんたたち確か警察の。市長さん、ご無事でしたか。よかった。どうしてここに。ひょっとしてもう安全なのか。いえ、私たちも。そうかい。どうやら怪我をしてる人がいるみたいですね。ああ、うちの警備員とバスの運転手さん、あの黒服たちに撃たれて。一応応急手当を済ませたよ。そうですか。セシル姉や他の人たちはやはり病棟の方でしょうか。ああ、ちょうど仕事中だったし、かなりの人間。私はちょうど休憩中でこっちに来ていたんだが、こんな大変な時に病棟。市長さん、安心してください。セシル姉や患者さんたちは俺たちが絶対に助けます。市長さんたちはどうか怪我をされた方を見ていてあげてください。わかった。ところにも片付けるぞ。敵接近、狙い撃つわ。任せて。そこ。私の番です。そこです。俺の番だな。
し。リュートゼロ、おっしゃ行くぞ、エイパー、おっしゃ、うん、任せて、そこ助け立ちしよう。私の番です。おっしゃ！ふう！へっ、ちょろいぜ。との戦闘を開始。任せてくれ。いや、あ、任せて。そこ。おっしゃ。ぜい。分かったわ。頑張ってください。
行くぜ。ふん。俺の番だな。セット。行きます。えい。そこだ。俺の番だな。俺の番だな。えいっと。さて、はっ。私の番ですか。俺の番だな。ふん。よし。やっと。助け出しよう。精進するなよ。こんな時に。仕方ねえ。ここは後回しにするぞ。Thank you.
やら市長さんが奪われた病棟の入り口の鍵みたいね。これさえあれば。ああ、よし、さっきの鍵があれば。建物のあちこちから気の巡りが伝わる。おそらく病院関係者は各所に避難しているのか。ええ、かなりの人数が残っている気配がします。マフィアの人たちの気配も。なるほど、ここからが本番ってわけか。よし、慎重に。まっ、待ち伏せ。データ収集を開始します。私とバンね。そこ行きます。そこです。おっしゃ、ついお返しよ。行くぞ。えいっと。私の番です。デミランナー起動。アブソリュートゼロ。おっしゃ。あ。行くぞ。やっと。私の番ね。俺の番だな。ふん、任せてくれ。やっと。行きます。そこです。えい、はっ。私の番、そこです。よし、よし、もう大丈夫だ。ロイドさん。セラさん、よかった。ご無事に。皆さんは警察の。ひょっとして助けに来てくれたのかい。ああ、侵入者を制圧しながら全員の安全を確認してるところだ。危険なのでしばらくこちらで待っていてください。わかりました。上の階には他のスタッフと入院患者もいると思います。彼らの方もよろしく。了解しました。
きなりですか。片付けるぞ。敵出現。めんどくさいです。行きます。そこです。任せてくれ。行くぜ。ランちゃん、無事だったか。よかった。患者さんは全員いますか。この部屋にいた人だったら全員揃ってるけど。ねえ、あの黒服たちはもういなくなっちゃったの。いいえ、残念ながらまだです。今は侵入者を制圧しながら皆さんの安全を確認しています。危険かもしれませんから、ここで待っていてください。わかったわ。多分エイデやフィリア、セシル先輩も残ってると思う。絶対に助けてあげて。ええ、もちだな。
任せて。はっ、私の番です。そこです。行くぜ。ちょろいぜ。お、君たちは。ロイド君にランリーさん。エイダさん、無事でしたか。やれやれ、患者も揃ってるみたいだな。君たちが来たということは、マフィアたちは去ったのかね。いえ、現在彼らを制圧しながら皆さんの安全を確認。そうなると私たちは下手にここから動かない方がいいのかしら。ええ、そう。病院内が完全に安全になるまで私たちに任せ。分かった、よろしく頼む。3階には個室の患者さんが残っていると思うわ。セシルさんとフィリアもいるはずだからよろしくお願いするわね。はい。データ収集を開始します。さて、今だ。クロスミラー、俺の番だな。
これで一安心です。フィリアちゃん無事だったか。確かクロスベル警察も。もしかしてもう安全なのかい。いえ、まだ侵入者は病院内に残っている。じゃ、それよりそちらの人は。うん、用務員のダイソンさん。あいつらに切りつけられて大怪我をしちゃって。一応応急処置はしたから命に別状はないと思うが、まだちょっと目が離せないかな。そうですか。そういえばこの部屋の患者さんはどちらに。ゲバルっていう議員のおじさんが使っている部屋なんだけど。こんな時にどこに行っちゃったのかな。まあずっと仮病で入院してるだけの人だから心配はいらないと思うけど。とりあえずこちらでも安否は確認しておきます。ところでフィリアさん、セシル姉がどこにいるか。セシル先輩、あれれ、ナースセンターに戻ってると思ったけど。いや、確かセシルさん301号室のミハイル君のところに行ってるんじゃなかったかな。今日はしずくちゃんが外出して寂しがってるから絵本を読んであげるって言ってたけど。1号室ってここに来る途中に入った。ああ、誰もいなかったが。本当？それじゃあどこへ。セシル姉とミハイル君はこちらの方で探してみます。お二人は怪我人の治療に。よろしくお願い。やっぱり誰もいないか。ベッドの下に隠れてるとか。そうでしたら私が気づきますし。まだ温かい。どうやらこの部屋の主は先ほどまでここに。そのセシルという看護師と。とにかく探さないと。おう、帝国派のゲバル議員、フィリアさんに聞いた人物ね。なんだお前たちは。マフィアどもではないのか。クロスベル警察特務支援課の者です。ゲバル議員、ここで何を。隠れていたに決まっておるだろう。おそらくマフィアどもはわしを始末しに来たに違いない。ハルトマン議長、まさかこんな形でわしを切り捨てようとするとは。エリ、どう思う。多分議長はこの人。ああ、そう
だお前たち。わしを連れてこのまま脱出しろ。わしはまだし、あいにくまだ安否が確認できない人たちがいます。自分たちはその確認をしなくてはなりません。一旦お部屋に戻って待っていていただけませんか。この辺りのマフィアを制圧したので安全に移動できると思います。貴様ら、クロスベル自治州を代表する大物議員の一人なのだぞ。うるさい男、軽く眠らせておくか。なんぞその格好、どこどこで聞いたのかな。よもや兵友に関する怪しみな噂ではあるまい。からかうのはそのくらいにしてくれ議員。とにかく今は緊急事態です。どうか協力してお部屋に避難してください。わかった、一刻も早くマフィアどもを追い払うのだぞ。やれやれ、入院患者とは思えねえ足の速さだな。まあ、仮病で入院していただけのようですし。時間を取られた。セシル姉たちを探しに行こう。ええ。セシルお姉ちゃん、大丈夫、大丈夫だからね。さあ、しっかり捕まっていて。このまま病棟まで逃げるから。逃げ切るのは難しそうね。でもうまくやればこの子だけでも建物の中に。水臭いっすよ。ご無事で何よりでした。間に合ってよかったです。本当に無事でよかった。セシル姉に何かあったら俺、兄貴に何て詫びたらいいのか
イド。大丈夫か。発作が出ちゃったのね。ミハイル君、部屋に戻ってお薬を飲みましょう。僕がわがまま言わなかったらこんなことに。大丈夫、大丈夫だからね。セシルね、俺が運ぶよ。とっとと中に戻るとすっか。そう、そんな事情で病院に。まさかヨアヒム先生が。まだ怪しいと決まったわけじゃないけどね。彼はまだ研究棟に。わからないけれど、他の教授の方々は研究棟に取り残されているかもしれない。黒服の人たちが連れ出したのは研修医の人たちばかりだ。そうか。ところでさっきの魔獣は一体何だったんですか。不気味っつうか得体が知れない感じだったけど。そうですね、まるで何かのバランスが。やはりマフィアたちが連れ込んできたんでしょうか。わからない。研究棟からいきなり現れたの。それでそのまま取り囲まれてしまって。どうやら研究棟とやらに何かが隠された時間が欲しい。早速な。ああ、なんだこのモヤは。なんだか空気がよどんでるような。おいおい、まさか危険なガスとかじゃねえだろうな。いいえ、人体に影響するものではなさそうですが、精神には影響がありそうですね。おそらく邪気や正気のためだ。どうやら思っていた以上に厄介な相手に。一体誰が。片付けるぞ。行くぞみんな。行きます。ここです。任せてくれ。セイハー、私の番ね。そこ、おっしゃセイ。私の番です。あ、任せて。助け出ししよう。おっしゃ、あ、俺の番だ。えいっと、よし、もう大丈夫だ。やはり普通の魔獣とは違う。トウや総員で戦ったのと似ているような。上位三属性は働いていませんが、私ひょっとしたら。マフィアたちと同じく例のグノーシスなる麻薬が投与された可能性がある。つまりそういうことだね。はい。そういうことかよ。手ごわいのもうなずけるわね。とにかく探索を始めよう。セシルに絵によればまだ教授たちが取り残されている可能性が高い。ヨアヒム先生ともども見つけ出すんだ。ええ、手遅れになる前に急ぐ。任せてくれ。えいっと、
俺の番だな。セット。さてと、ドライブ開始。私の番ね。俺の番だな。獣が！え？あ、危ない！バカ者！何を外しておるか！まったくこれだから無能な警戒士は。そういうあんたこそ
思いっきり外しただろうが。これだから内科医師は口先ばかりで使えんのだ。なんか魔獣じゃなかったみたいですけど。おお、君たちは特務支援課の者です。皆さん、やれやれ、まさか薬品を投げられるとは思いもしなかったぜ。これ酸か何かですか？すまん、実験用の酸化液なんだが。多少刺激は強いが毒性はないから安心してくれ。まったくお二人とも軽はずみはいけませんよ。来ましたと言ったのはアーシュラ君じゃないか。酸化液の瓶を見つけたのも君だったと思うが。あれで、とにかく内部はまだ魔獣が徘徊しています。護衛しますので一旦ここから出ましょう。ではヨアヒム先生は、例のクロップたちが研究棟に乗り込んできた時にはすでに見かけなかった。てっきり夜釣りにでも行ったのかと思ったが。そうですか。残念ですが現時点ではそうね。そういや、研究棟にいる魔獣はどこから現れたんだ？マフィアが犬と一緒にわざわざ。いや、どこからともなく現れたという感じだったが。私も見かけていないな。あれれ、あの魔獣だったら変な人が連れていたような。黒い服じゃなかったからマフィアの人には見えませんでしたけど。それってクマみたいな大男とかハゲた小太りの人ですか？いえいえ、なんだか普通の人でしたけど。エレベーターで4階の方に上がっていっちゃいました。4階、教授たちの研究室のあるフロアですか？何者なのかしら。中を調べるのなら。私たちは病棟の空き部屋にひとまず。何か困ったことがあれば。魔獣を率いた謎の男か。お前たち心当たりは？いや、現時点でどうやらヨアヒム先生とは別人みたいだけど。何者かは知らねえが、とっ捕まえる必要。なんとか4階に上がって。ああ、もしかして。いいえ、何らかの動かすためには認証用のか。バックを取られた。気をつけろ。ええ、そこ。さてと。あ、行くぜ。ふん、行くぞ。いや、あ、付け立ちしよう。ええ、そこ。
敵、続けてくるわ。さてと、ドライブ開始。行くぜ。行くぜ。この研究棟の認証カード、エレベーターのロックなども解除できると思い、
任せてくれ。えいっと。エニグマ駆動。
立て。行くぜ。エニグマ駆動。任せてくれ。よっしゃ、畳みかけるぞ。大丈夫だ、今だわ。みんな、行くわよ。おう、オッケーです。私の番です。えい、任せてくれ。セッティア、俺の番だな。私の番です。あ、データ収集終了しました。任せてくれ。
おっしゃおっしゃよし、存外早かった。あなたは、アーネスト。やあエリー、2ヶ月ぶりになるかな。まだ酔いの口だが、月の綺麗な晩じゃないか。アーネストさん、その瞳の色は。どうやら魔性に落ちた。おお、これは噂のインドのもご一緒だったか。君が余計なことを吹き込まなければ、どうやらお礼をする機会が巡ってきてくれたようだね。我が存在は可能、人の身で語るは叶わぬとしろ、たとえ魔性に落ち。言ってくれる。どうやらあなたは魔獣を率いていたようですね。それ以前に、どうしてあなたがこんな場所にいる。拘置所にいるはずのあなたが。あの建物なら、この病院と同じくすでに我らの手に落ちている。何？拘置所の警備はベルガード門の警備隊が担当しているはずだ。そんな場所をマフィアが襲ったってのか。ちなみにルバーチェごときを我らと同じに見ないでくれたまえ。彼らは単なる傀儡さ。我らの計画を成就するためのね。やはりそうか、グノーシスを服用した者を何らかの方法で操っているんだな。その全ては偉大なる我らが同志の計画によるもの、大いなる儀式を遂行するための駒に過ぎないというわけさ。偉大なる同志。 BG 教団の残党にしてマフィアの背後に潜んでいた人物。つまりこの部屋の主というわけか。この危機は上位三属性の気配。それを確かめたければ私を退けてみるがいい。同志の導きによってグノーシスに至った私をな。来る。我が剣の前に滅びるがいい。さあ始めましょう。ああ、よし。マ
任せてくれ。これで決める。俺の番だな。私とバンね。
任せてくれ。セット。甘え。それ。サイス。行きます。ドライブ開始。俺の番だな。ふん。ここまで食い下がる。正直予想外だったぞ。アーネストさん、どうしてそんな。おじい様を裏切って邪悪な教団の巣窟となって、どうしてそこまで落ちて。落ちた。いや、真実に滅相。今ならわかる。このクロスベルという血がどんな意味を持っているのか、理屈抜きでわかるんだよ。意味不明です。完全に言っちまってるな。ザレ事はそのくらいにしてもらおう。元市長秘書アーネスト・ライズ、自治州法に基づき傷害、騒乱、不法占拠、薬物使用、拘置所脱走などの容疑で現行犯逮捕する。おとなしく捕まってもらうぞ。そう焦ることはない。まだ夜は始まったばかり。同志の思考はこれからだ。そちらに招待状があるから、せいぜい目を通しておくといい。何？あれは。それではまた会おう。君たちがこの先の七を見事切り抜けられたらな。君の塔にもいた。太古の翼竜。おいおい、めちゃくちゃ死人だろ。さすがに追うのは無理。時が惜しい。とっとと目を通すとしよう。そのどうしとやらが用意した。ああ、そうだな。この紋章は。それにあの僧院にあった、あの薄気味悪い悪魔が現れやがった場所か。そんな場所があるのか。あんたが待ち受けていた塔と似たような場所でね。それはともかく、世も末だな。まさかハルトマン議長さえも取り込まれていたとは。どうやら何かの弱みを握られて協力させられてたみてえだが、この楽園ってのは何なんだ。わかりません。ひょっとしたら教団のロッジの一つかもしれませんが。いずれにせよ、ハルトマン議長は彼に弱みを握られていた。そして彼がクロスベルに潜伏するのをルバーチェに手伝わせたのか。許せない。自治州代表の一人でありながら、なんという愚劣なことを。こんな人のために
おじい様は長年苦労して、お父様はクロスベルを捨てて。エリー、考えに浸るのは早い。この黒いファイルによれば、グノーシスを製造している場所は病院ではなく別の場所のようだ。そして出荷リストによれば、マフィア以外にもかなりの量がどこかに流れているらしい。ああ、どうやら彼はここ以外にも、ひょっとして行方不明の人たちはそこに。ありえそうですね。一体どこにあるんでしょう。そのマフィア以外の卸先ってのも気になるな。おい、まさかヘイウェとかいうオチじゃねえだろうな。あのツオがそんなものに手を出すほど可愛げがあるものか。可能性があるとすれば、どこぞの野心的な制約会社、もしくはテロリストや傭兵ら各国の情報機関もあり得るだろう。ふん、確かにな。つくづくクロスベルという地の特異性が恨めしくなるわね。ああ、こちらの白いファイルも確かめてみよう。儀式の被害者たちか。ゲドウがこんなものを。ごめん、ティア。謝らないでください。どうかそのまま確認してください。ああ、この頃の表情に比べたら少しはマシになりましたよね。ディオ、言うまでもないわ。見違えるほど可愛くなったと思うぜ。お世辞でも嬉しいです。ロイドさん、どうか確認を。わかった。こいつは…レンさん…そう、やはりそうつながるのね。その娘はお前たちの知り合いか。当時共和国の東方人街でも拉致事件の噂は耳にしたが。写真だけ新しいようだが。ああ、多分そうだろう。クソ、最初から知っていたのか。私たちがキーヤちゃんをここに連れてきたとき、彼は何食わぬ顔で検査入院を進めてきたのね。おそらくそうでしょうね。何、この声は。あ、レンちゃん。おいおい、マジかよ。
君はいつからそこに。気配を感じなかった。ノエル、ただ者ではなさそうだな。あなたと同じくらいにはね。改めて自己紹介を。ウロボロスの執行者ナンバー15、殲滅天使レンよ。エステルたちから聞いた通りか。ウロボロス、なるほど、野生狼の同類か。あら、バルタンのことを知っているの？前に一度やり合ったことがある。結局決着がつかずに取り逃がしてしまったから。彼も同じように思っているでしょう。レンが結社に戻っていれば一緒に誘ってもよかった。それとも、ブラブラあたりを誘った方が喜んでくれたかしら。かの怪盗のままで出てる。ウロボロス、なかなか興味深い連中だ。あなたみたいな人が今までスカウトされていないのはむしろ不思議な気もするけど。何か理由でもあるのかしら。たわごと。レン、ひょっとして結社も関与しているのか。この研究室の主が起こそうとしている企みに。それはないわ。レンはあくまで個人的な理由でこの地にとどまっているというだけ。ヨアヒン・ギュンター、セウルスライカ大学准教授にして DG 教団幹部司祭、すべての儀式の成果を集めて闇に消え、グノーシスの開発者。これでやっとレンの知りたい全てが揃ったわ。そうか、あの白いファイルですか。当たりはついていたけど、けっかりの怪我も治ったし、お兄さんたちにも助けてもらった。これでやっとこの地にとどまる理由は一つだけになったわ。エステルたちに会ったら伝えておいてちょうだい。レインを捕まえられる最後のチャンスをあげる。無駄な努力だとは思うけど。君は、この地のレンはキティ、気まぐれに観察するだけの存在。お兄さんたちを助けるつもりもあえて邪魔するつもりも。でもまあ一つだけ忠告してあげる。あの子は多分全ての鍵。くれぐれも奪われないことね。全ての鍵。ひょっとしてキーヤちゃんのこと。そろそろレンは行くわね。それでは皆様、グーテンアーベント。ら、おい、私たち夢でも見ているの。ウロボロス、あそこまでの技術力だなんて。どうやら認識を改める必要。ったく、
あの秘書野郎といい。ああ、だがどうやら蓮は事件には関わって黒幕の正体も判明してない。その狙いもおぼろげだが見えてきた。こうなったら急いでクロスベル市に戻って。すごいタイミング。はい、特務主任課ロイド・バニングスです。よかった、無事だったのね。私よ、警備隊のソーニャ・ベルツ。ソーニャ副司令、今どちらにいるんですか？ちょうど病院に到着したところよ。これから部隊を突入させるけど問題ないかしら？マフィアたちが一通り制圧している状態です。病院内の人たちに声をかけて保護してあげてください。わかったわ、また後で合流しましょう。やれやれ、これで一安心ってとこ。ええ、でもまだ気が抜けないわ。そうですね、あの秘書さんの予告ではまだ何かあるみたいですし。ああ、副司令と話したら急いでクロスベル市に戻ろう。どうやらここまでのね。いい、行くのか？これ以上付き合う義理はない。サウンの報告は十分だし、私は私で守るべきものを、お前たちと同じようにね。あなた、一体今宵は会うこともあるのに、だが、夜はまだ長い。くれぐれも気をつけるのよ。ああ、ありがとう。ま、一応礼を言っとくぜ。お疲れ様でした。サウン、知るね、本当だったら復旧の手伝いをしなくちゃいけないのに。気にしないで、警備隊の方々もいるし。あなた、ああ、正直ヨアヒム先生の狙いはまだはっきりとは分からない。この混乱した状況で俺たちがどう動くべきかも。でもキーアは、あの子だけは必ず守ってみせる。私も同じ、絶対に守ります。ま、危ない野郎のもとには意地でも戻させない。大切なのはあなたたちが何をどう守りたいかだと思う。それさえ見失わなければきっと答えは出せるはずよ。大丈夫、あなたたちならきっとやれるわ。セシルね、ありがとう。そう言っていただけると本当に心強いです。言おうとしてたことをほとんど言われてしまったわね。拘置所の方も襲撃されて警備隊も相当混乱しているけど、ベルガード門の部隊と連携して事態の収拾に当たらせてもらうわ。長い夜になりそうだけど、お互い頑張って乗り切りましょう。はい。まあ、せいぜい気張らせてもらいますよ。それじゃあノエル、大至急ロイド君たちをクロスベル市に送ってちょうだい。可能な限り急いで、ただし事故らないようにね。イエスマム。さてと、病院内の復旧に戻りましょう。セシルさん、研究棟に案内してもらえる？ええ、わかりました。みんなどうか気をつけて。それからガイさん。